デザイン勝負だこれ。このハマる様のマンガ様がなんかしたんだなこれ。孫って分かった途端これだもんな。どうしたこれ。殴れるもんなら殴ってみろ。どうせお前は放課後の孫が相手じゃねえ。よくぞ見破ったこれ。さすが噂通りの男。ほかげのじじいを倒したお色気の術というのを教えてくれ。簡単に言うと術を使うときに使うエネルギーのことだこれ。じじいのもうどうするつもりだこれ。何が5代目だよ。早すぎるぞこれ。何するんだこれ。エロガキって言うなこれ。そのバカなんで死んじまったんだこれ。5代目捕まえたんだなこれ。あんなおばちゃんが飼い主なら俺だって逃げたくなるんだな。こんなしょぼい任務じゃ俺の本当の力は出せないんだな。これなんじゃ満足できないんだな。これ俺将来7代目ホカゲになるんだから。6代目はナルト兄ちゃんだから。どうだこれ。かなりのボンギュッボンだろ。よくも俺たちの里をめちゃくちゃにしてくれたなこれ。ナルトの兄ちゃんがいない今里を守るのは俺たちの役目なんだ。何言ってるんだこれ。とんでもないエロ忍術を思いついたのかこれ。際どい系で攻めるってことかこれ。確かに俺も最初はエロ忍術かと思ったけど違うんだこれ。そんな道の先にナルト兄ちゃんはいねえから。ナルト兄ちゃんちょっと見せたいものがあるんだけど。エンジーちゃんの遺品大掃除したら出てきたんだな。ガラクタとか言うなよ。すっごく大事なもんなんだぞ。クタとか言うなよこれ。イルカ先生どういうことだこれ。あのひねりも落ちもない普通のメッセージの。だってイルカ先生がやり直したいって言うから今までずっと待ってたんだぞこれ。ここまで粘ったんだからビシッと。イルカ先生また思いつかなくなったのか。ナルト兄ちゃんついにやったな。俺も頑張るぜ。いいのか。俺5枚入れちゃったぞこれ。いいよ早いな。美月科学任務班の試作品だ。これのデータ取りも今回の任務のうちだった。これが俺の螺旋眼なら。僕らの運は関係ない。極端な話忍者でなくても。